つけばつくほど、動けば動くほど加速度がついていく。なぜならこの月の終わりは、皆さんこんにちは、国際沖縄空手道無双会の荒垣です。いつもこの無双会空手チャンネルをご覧いただき、かつ高評価、そしてチャンネル登録をしていただき誠にありがとうございます。今回も興味深い動画をお送りします。まずですね、皆さん映画、またお芝居、また小説でも武術武道に関するそれらのものを読まれたりご覧いただいた時に、いつくという言葉が出てくると思います。特に武道関係または空手関係の本を読みますと、いつきいつくという言葉が頻繁に出てきます。かつそれはまあ悪癖と言われるものなんですよ。日本武道においては悪癖というのは一体何かというと、悪い癖、やってはいけないこと、それが悪癖と呼ばれるものです。今日はこれに関して、では悪癖をなくすにはどうすればいいか、すなわちいつかない状態を作るにはどうすればいいか、それをご紹介します。ですね、 YouTube 動画ですので3次元の動きはできませんけど、2次元でかつ簡潔にどなたにでも分かるような方法で紹介するつもりです。ですからこの動画最後までご覧いただき、いつきをなくす、またはいつかない方法というのをご自分で自得なさってください。ですね、このいつきというのは一体どういうものか、それをまず説明しましょう。いつくというのは死に体でどっしり構えることです。どういうことか、横からご覧いただけるかと思いますけど、こうやって力強い立ち方、力強い構えっていうのは武術的に言って居ついてるんです。わかりますか、すぐ動けない、それが居つきです。すなわち物を動かす、人が動く、これは居つきです。これを動かすには二つ拍子になってしまうんです。すなわちこうして動く、これで遅すぎるんですよ。またはこれ完全な居つきです、まあ、後ろ側には居ついてないんですけど、これ居つきなんですよ。これで1、2、3動作になってしまってる、こういうものを居つきと言います。すると2つ弊害が出てくるんです。居ついてしまう、どういうことかっていうと、相手の技、すなわち打撃系だとすると、まあ、または刀を持った場合だとすると、相手の技を受け流す、または避けるときに居ついてしまうと、見たときにあってなってしまうわけです。すなわちこの動作、避ける動作が一瞬遅れるんですよ。なぜかっていうと、安定している状態から不安定な状態に持っていかないといけないから。それが不安定だから動けるんです、人間というのは。その状態を安定にしたままドカッとして、相手の突きが来た、またパンチが来た、または刀が来たという時に、あっと思った瞬間にこの安定の状態を不安定に持っていく、この、ま、この時間、この動作が居つきなんですよ。心が居ついてるというのは、あっていうことがまず居ついてるということ、これは心の居つきです。次に動作は、あって思った瞬間の反応から身体の動作に移るまで、これも居つきなんですよ。居つきの間がある、すなわち相手に倒されてしまう、切られてしまう、その弊害ですね、をなくすために居つかない状態を武術では作るわけです。特に沖縄空手の場合は型というものでそれを作ります。でもここで誤解が生まれるわけですよ。いや、型は居つかないと綺麗に見えないんですよ。わかりますか、型というのはどっしり構える、どっしり構える、そうじゃないと型競技においては採点が高くならないんです。なぜなら現代空手におけるスポーツ、体育、体操、レクレーション、またはエンターテインメントとして演じられている空手の方においては、体の動きを止めて突く、止めて蹴る、そういうことじゃないと高得点につながらない。ですから私があの沖縄武道空手の極意という本で記してますけど、現代の空手の方がなぜ使えないか、その一つの理由はストップエンドゴーになっているからなんです。動く、止める、つく、三拍子です。それを全部の方でやってるわけです。動く、わかりますね、止めるもわかりますね、動く、止める、蹴る、そういう状態になってるわけです。全てがそうです。これはっきり申しますけど、型だけではないです。いわゆる基本動作の移動稽古、動く、止める、つく、止める、蹴る、
これでは樹の死に体を作って技を出している。それの連続です。脳には、頭の中にある脳には、動くということはまず動いて動作を止めて、そして技を出すということがインプットされてしまうわけです。それと基本動作以外でも型をやればやるほど実戦を戦いには使えなくなる。ですから現代においては組手の選手と型の選手全然別です。なぜなら型をやればやるほど組手に弱くなる、または型をやればやるほど実戦に弱くなる。それがスポーツとしての空手の型です。または体育体操としての空手の型です。またはレクレーション、またはエンターテインメントとしての空手の型です。沖縄空手の型、それは実戦を目的として作られかつ修行されました。ならばこうやって樹を進める、または樹を学ぶ、そういうような型を修行するわけはありません。では樹かないということはどういうことでしょうか。樹かないというのは常に臨戦態勢にあるということです。常に動けると、そういうこと。ならば何を使えばいいんでしょうか。感覚的には樹かない心というのが必要なんです。でもここで注意していただきたいのは、忙しくなるというわけではないんですよ。心も体もそういうことをすると実践では役に立たないし、人生過ごしていけません。心は安定しながらもそこにとどまらない居つかない心、それが不動心の本当の意味なんですよ。心というのは常に動いているんです。体というのも常に動いている。ならばその動きを利用して居つかない心、居つかない身体を作る、それが武術です。空手の方はそれの凝縮されたものであると言っても過言ではありません。では居つかないことはどうすればいいか。まず簡単なんですよ。ですね、私はこの無双界空手チャンネルで常に申し上げていますけど、人間が使う、特に戦いに使うエネルギーには2種類あります。一つが運動エネルギーです。運動エネルギーというのはどういうものか。筋肉の動きです。これ運動エネルギーです。これが分かりますね。これが運動エネルギーです。筋肉による動作、これが人間の持つ運動エネルギーだと思ってください。車で言えばエンジンです。エンジンを使う。でももう一つあるんですよ。それが位置エネルギーと呼ばれるものです。位置エネルギー、位置エネルギーというとちょっと日本語では理解しにくいんですけど、英語ではポテンシャルエネジーと言います。ポテンシャル、よく我々の日常の会話でもあの人にはポテンシャルがあると言いますよね。すなわち未来有望、将来有望であると。それと将来という意味なんですよ。すなわちポテンシャルを持っていると。これをどうにかすればエネルギーに変われる。ポテンシャルを持ってるだけではダメなんですよ。これを位置エネルギーを運動エネルギーに変える。すなわち運動エネルギーと位置エネルギー、まあこれも運動エネルギーに本当に転換されるんですけどね。運動エネルギー、筋肉の動きによる運動エネルギーと位置エネルギー、それを合わせたのが力学的エネルギーと呼ばれるもので、それが我々空手家または大家におけるエネルギーの根源になるものです。ではこの位置エネルギーというのは一体何から作られているか、もうだんだんお分かりになってきたと思います。重力からです。すなわち我々人間は重力にあがらって立つことで未来におけるエネルギーというのを作っているわけです。これが位置エネルギーです。これを相手に向かって運動エネルギーとして放出するわけです。わかりますか。これはこのままにします。すると筋肉の運動エネルギーというのが無視されますので、ゼロにしてこのまま運動エネルギーを使わずに位置エネルギーだけで相手に放出します。これが位置エネルギーを運動エネルギーとして使ったことです。それでその状態を持つ身体の動き、または身体の状態を樹をなくすと言います。ここからではないんです。ここからだと筋肉の操作を使わないと落ちれないんです。それでは一つ拍子になれない。なぜなら拍子が一つ余分に入ってしまうから。それを防ぐためにちゃんと綺麗に立つわけです。ですから日本武道の一番の特徴というのは何か、姿勢がどんなに重要であるかというのを一番認識しているもの、それが東洋心身文化において、そして世界の心身文化において、日本武道、そして武術として伝承された沖縄空手の最大の特徴であります。立ち方、ちゃんと立つんだと。いいですか。よく人間は背骨が S 字型になってるからこれが自然だということもよく聞きます。でもそうではないんです。なぜならこれだと真下に自分の重心が落ちてしまって動けなくなるんです。わかりますね。すなわち地面に落ちる、それは何か、重力をいかに活用するかなんですよ。ですから人間が立つということは、立つというのは動いてる、または動くことの準備なんですよ。人間は立ったままでは生活できません。動物というぐらいですから動くものなんですよ。人間は動くために立つ、わかりますね。立つために立ってるわけではないんです、人間は。ですからいかにして効率よく動くか、その立ち方こそ武術としての立ち方なんです。ですからちゃんと立つ、でもこれでも足で立ってしまってるわけです。これではダメなんですよ。武術としての空手というのは足で立たない、足で蹴らない、手でつかない、腕でつかないんです。
すべて胴体の力、それを使う。で、この場合足というのは動かさないといけないから、足で立つと動けないんですよ。お分かりになりますね。足は自分の体が前に落ちるのを防ぐだけ、それだけなんです。それで全て胴体内の大腰筋、小腰筋、この場合はですを使います。そして大腿筋、膜張筋という筋がありますから、それを大腰筋、小腰筋で作用させる。それが人間は立つということであり、立つことの意味であり、それが歩くということです。すると徐々にお分かりになったと思います。見つかないためには何すればいいか。姿勢をちゃんとさせる。そして重力を使う。でも姿勢をちゃんとさせてまっすぐ立っちゃうと重力使えないんです。これはまだ重力に上がってるだけなんですよ。お分かりになりますね。ですから重力を使うためには自分の身体をギリギリまで、前につんのめるギリギリまで持っていく。お分かりになりますね。そして落とす。これが重力を使うということです。私、右膝を抜きます。それでただ歩いてるだけです。一歩出してるだけです。ちょっとディフォルメ化しますけど、するとよくご覧になられると思います。いいですか。これが私が立てるギリギリです。そして右の膝を抜きます。この状態を常に作れと言ってるんです。肩ではこの状態で常に修行しろと言ってるんです、沖縄の空手では。だからきついんです。だから私は古典の空手家として初めて筋肉トレーニングをしろと明確に本で書いた人間だと思います。筋肉の強さで立つんです。人間はどこまで立てるか、それは筋肉の強さです。すると落ちれば入っていきますから、それが強さなんです。ではこれで肩の動作をちょっとお見せします。もうだんだん分かってきたと思います。すなわちストップ and go ではダメなんです。肩でもそうですね。例えば蹴って反対側に行きます。見えましたか。蹴った後にこれが落ちる間にこれが出てるわけです。空中で浮くわけ。分かりますね。これがこういう風、または同じ蹴りつきでもこれで遅すぎるんです。分かりますか。この瞬間につかないため。ですから突き蹴りというのも全て膝の上に行きます。その時に体は分かりますね、この形になってないとダメなんです。これではついてしまうんです。もう分かりますね。重力、重心がこっち行ってるのが、これで大腰筋、小腰筋で足を上げて膝の抜きだけで行くわけです。分かりますか。だいぶディフォルメ化してますけど、分かりますね。もうすなわち腰の上げでも足の上げでも腰だけで上げるわけです。見えますか。これをこうするとここに居ついてるわけです。だって重力なんか使ってないから。皆さんスポーツからではこうなっちゃうんです。これ軸足が作ってるんです。軸足は居ついてるんです。これ軸足は居ついてはダメなんですよ。これは落下してこれは上げる。見えますか。落下してつく。ストップ and go and stop and go and stop and go。 止めてついて、止めて蹴って、止めて動く。こんなもんではないんです。自分が技の終わりの8割ぐらいまでから次の技に来る。転げれば転げるほど加速度がつく。つけばつくほど、動けば動くほど加速度がついていく。なぜならこの月の終わりは次の動きだから。これが日本武道です。だからどこに落としていくか。だからといってこれ脱力ではないんですよ。これがいつかないということです。これを型でやれと言ってるんですよ。型でやれって大変です。いつかずにやるって言ったらもう汗びっしょりになります。なぜならあっちに行くのにも右の膝を落として股関節で開けて足をここに持ってくるわけです。これをやるというだけでも大変です。すなわちこういうことしてはもう体は身体になってるわけです。これをこのままいくとこれが出せますから、これがこのままいくとこれが出せますから、これをこうしちゃうともうダメなんです。これをこうしちゃうともうダメなんです。そして月自体も回した時はもう居ついてるんです。ここは居ついてる。だって立ってる自体が居ついてるから。今これでは重力落下できないんですよ。ですから水平に体重移動だけになっちゃう。
そういうのはもう一つの力である位置エネルギーというのを完全に喪失してしまった動きです。それが現代のスポーツ空手、体育体操の空手、レクレーションの空手、そしてエンターテインメントの空手の型です。それはそれでよろしいんです。でもそれと武術の型とはごっちゃにしないでください。なぜなら我々が行おうとしているのは武術として伝承された沖縄空手の最高です。ならば武術としての動きとは何か、いつかない動きとは何か、それを皆さんにご理解していただきたいと思っています。いつもですね、この武装界空手チャンネルをご覧いただき本当にありがとうございます。閉会、徐々に指導部が固まってきました。皆さん、もしよろしければこの動画高評価、チャンネル登録、そして国際沖縄空手道武装会に会員登録をよろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします。